はい、皆さんこんにちは、町田さんでございます。今日はですね、ペルソナ3リロード、これのですね、ダウンロードコンテンツペルソナ、どれ使えばいいんですかっていうのにね、ちょっと答えていこうかと思います。まあ、速報なんでね、今分かってる段階ですので、今後ちょっとまあ新しい情報バンバン出てくるかも分かんないんですけど、まあ、これ買っときゃ間違いないんじゃないかっていうのをね、ちょっと紹介していきます。はい、まあ、だから素人さんとかね、今からペルソナ3始めたっていう人に向けてですね、発信していきますので、ちょっとまあガチの人はね、ちょっと温かい目で見守っていただければなと思います。それでは皆さん、チャンネル登録と高評価、プレスエニーボタンよろしくお願いします。ポチポチよろしいですか？はい、それではやっていきましょう。ちょっとね、ある程度進めたセーブデータがございますので、こちらをちょっとご覧ください。はい、このゲームってね、ある程度進めますと、ペルソナをベルベットルームっていうところで下ろせるようになります。で、ダウンロードコンテンツとして課金、すでにですね、課金してる皆さんに関してはですね、最初の1回のみ、最初の1回目の召喚のみですね、無料で、ペルソナをですね、1体、強いやつを下ろせるという権利が与えられております。はい。まあ、どのようになるかというと、こういう感じですね。これでね、ある程度話を進めると、こういう風にベルベットルームに入って選手引き出しというのを選べるようになります。選ぶとですね、まあ、今まで自分がタルタロスで、まあ、仲間にしたペルソナとかをですね、一緒にこう全所まとめて、こういう風にね、下ろせるようになるんですね。主にこの黄色く光ってるものがですね、今回、まあ、課金した、そのペルソナが気になりますか？はい、気になりますね。課金した、ペルソナですね。はい、ですからこれ最初の1回だけ召喚0円ということでなってるわけです。はい、こういう風にね。まあ、主にですね、これどういうペルソナかというと、まあこれだとね、ご覧ください、ペルソナ4ゴールデンに登場した、主人公についてたペルソナですね。まあ、これが使えちゃったりとか、まあああとはですね、ペルソナ4ゴールデンの、まあ、ほぼほぼ、まるまるだった、まるまるボスだったペルソナ、マガツ、イザナギが使えちゃったりとかですね。はい。できるわけです。で、まあ、ほとんどがね、ペルソナ5の主人公たちに取り付いてたって言ったらいいのかな。ペルソナたちが使える。こちらのペルソナですね。こういう大人気なアルセーヌも使えちゃうわけですよ。まあ、ペルソナ5の主人公の、まあ、ジョーカーって言われてるね、主人公についてた大人気のペルソナですね。はい、ちょっとこれ紹介していいかな、脱線するんだけど、今回ね、アルセーヌめちゃめちゃ耐性良くなってます。何が良くなってるかっつったら、耐性には弱点が1個しかなくなってるんですよ。1個だけラウール状態になってるんですよね。これはちょっとね、ラウールっつったら言い過ぎか、うん、ラウールも弱点あったからな。いや、でもこれは良くなってます。ちょっとね、アルセーヌちゃんと使いたいな、改造したいなって思ってる人はね、今回買いだからね、買ってください。ちょっと脱線しましたね。で、あとね、これ解説、これもペルソナ4に出てた、ペルソナ4ゴールデンに出てたペルソナ、かぐやちゃんですね。で、まあ、ペルソナ4ゴールデンのペルソナのダウンロードコンテンツと、ペルソナ5のダウンロードコンテンツが、1つ2つあるんだけど、どれ買えばいいのって皆さん言うと思うんですよ。うん、もう全部買いましょう。もう全部、これはね、全部あった方がいい。うん、ない方がないなんて今ないですね。全てのペルソナにおいてね、結構いいスキルが搭載されてます。はい、この闇メガブースターとかね、うん、例えば、うん、ペルソナ5の主人公たちですね。で、その進化系であるサターナイルだったら、こちらのペルソナです。これジョーカーの主人、ペルソナアルセーヌが進化した姿なんだけど、滞在の鉄鋼弾とかね。はい、あとこの、そうだね、ペルソナ4ゴールデンに関しては最初からジオダインが使えるイザナギとかね、これ結構美味しいんですよ。ジオダインかじゃないんですよ。結構ね、ペルソナ3リロードジオダイン使うシーンちょっと割とあるんで、これ結構嬉しいなっていうとこですね。はい、ですからちょっとね、ダウンロードコンテンツどれ買えばいいの、もう3種類全部あった方がいいです。はい、何らかの方法で課金するなり、先着購入特典なりで入手してください。はい、でその中でもおすすめであろう、これを使っておけば間違いないよっていうペルソナをちょっとずつ紹介しますんで、まあそうだな、全部紹介すると結構時間かかっちゃうんで、そうですね、
あの主にねこのゲームってねあのコミュ攻略っていうのがあってあの人間関係を深めるアドベンチャーパートがあるんですよ。でその中で、例えばね魔術師のコミュとかねの友達だったらこの魔術師のペルソナをね連れていくと仲良くなりやすいっていう要素があるんですね。ですからできたら魔術師とかね女教皇とかこういうペルソナ連れていくとまずいいですよっていうのをまず前提で聞いてください。前提でだからこういうね戦車とかねこういうアルカナがついてるやついいですよ。でただねこのアルカナだけはねちょっとまあ連れてっても意味ないよっていうのがいて、それが愚者です。強いペルソナが多いアルカナなんだけど愚者ってねコミュがないんですよ。だからどこに連れてってもねペルソナがちょっとなんかお荷物状態なんですよね。まあ持ってってもいいっていう人は持ってっていいんだけど、まあそういう要素はあります。はい、わかるかな。要はねいろんな人間関係深めていくとねたくさんの人間関係とこうコミュを上げていかなきゃいけないから魔術師だったり女教皇だったり皇帝だったり持っていくわけよ。ペルソナをいくつかするとですね自分の持てるペルソナの枠って決まっててその数をオーバーするペルソナは持てないんですよ。持てない。うん、で愚者一体ね強いから持っときたいな、まあ例えばサタナル強いから持っときたいなんかつってやってたら1枠結構無駄になっちゃう。そういうちょっとお荷物的な要素はあるよねっていうところはもうこれは致し方ないのかなっていう。これはまあ どんなペルソナゲーム3だろうが4だろうが5だろうが絶対こう宿命であるんで仕方ないことなんですけどね。はいはい、それではですねちょっと説明がちょっと脱線しましたけどもこれ使っときゃ間違いないよ。第一言います。はい、ですね意外にもここかなって思うでしょ。よくやってる皆さんねここかなって言うより違うんです。最初に初心者の人がやるんだったらっていうのだとここです。こちらのペルソナですね。ここっすね。はい、コズミックフレアを持ってるアナトちゃん。はい、敵全体に万能属性で特大ダメージを与える。これねメギドラオンのちょっと強い系ですね。しかも敵全体に SP 消費40で打てるのは結構いいですね。はい、あの気をつけなきゃいけないのが電撃が弱点なんでここちょっとなんかで埋める必要があるんかなっていうところです。はい、パンチマークのとこは無効になってるんですけど、まあ、打撃がちょっと効かないとこもちょっとありがたいですよね。回復も使えちゃうんですけどね。はい、これもちょっとありがたい。最初にしてはね結構いいです。でマハラクカオートが搭載されるんでこれがね覚えると主人公がちょっと防御力自分自身の防御力がね3ターンだけちょっと硬くなるっていうのも何気にいいですね。はい、これを初期に装備しておいてもいいかもしれません。はい、これとですねここですね、ちょっと待ってくださいね。前回ペルソナ5で明智五郎が使ってたロビンフッドですね。これね何気に弱点がねあんまないんですよ。はい、序盤に持ち歩くペルソナとしては結構悪くないですね。で正義っていうアルカナの友達いるんで持ち歩くのにも便利。そして、呪音のね弱点となってますけども、このゲームね初っ端から、まあ、呪い殺してくるような敵いないです。はい、中盤まではねこれで全然いけると思います。でこれねレベル1個上げるだけで今37なんですけど、召喚した時点でレベル37なんですけど、レベルがね38になったらメギドを覚えるんですよ。これはね嬉しいです。メギド初っ端から使える上にでこれ敵全体に万能属性で中ダメージ、これ何がいいかというとね敵がどんな弱点を持ってても必ず貫通する、要はもう絶対に当たる攻撃なんですよ。敵が物理無効だろうがなんだろうが、はい、火炎無効だろうが疾風が効かない敵だろうが絶対に効く魔法、それがメギドなんですよ。これがね初っ端から使えるのはいいっすね。で SP 消費がねさっきのコズミックフレアよりは弱いんですけど20っていうところね美味しいです。この2体はねちょっと抑えといたらいいんじゃないかな。ロビンフッドと、先ほど僕も言いましたけどアナと、ここはね序盤にこう持ち歩くのは結構いいです。はい、ただ気をつけてほしいのは何回も言いますけどアナトだったら、電撃の弱点をなんとか今後していく必要がありますよと。あ、コズミックフレアの方はねメギドより強いですからね。あ、これちょっと押さえといてください。ここも
だから手順としては最初ロビンフッドを持ち歩いといて、でまあちょっと SP 消費まあちょっといけるよ、あのコズミックフレアでもまあいいかなってぐらいなってきたらアナトに変更してもいいかもしれないですね。はい、これ今回結構おすすめです。だから序盤はロビンフッドを使って、黄金の手っていうね、なんかメタルスライムみたいな、こうなんか経験値かお金がめっちゃ入るやつあるんですよ。お金の素材となるというか、めっちゃね、逃げ足の速いメタルスライムみたいなやつで、あのタルタロスっていうダンジョンの中出てくるんですよ。それやっつけるときにね、このメギドめっちゃ使えますからもうほぼ当たるんで頑張れば物理攻撃で貫通するよりも絶対いいんで、これはね持っとくといいですよ。あくまで僕が今喋ってんの旧作のイメージなんで、今作もいけるかな、多分いけると思うよっていう話なんですよね。修正する場合はまた動画アップし直します。まあでもまあおそらくいけるでしょう。はい、ペルソナ3の話をね踏襲してると思いますので、で、今回の、一番のおすすめの DLC が最終的にはやっぱりこれ、ご覧ください、魔王ですね。まあサタナエルですよ。はい、ペルソナ5の主人公の、ペルソナ、ジョーカーが持ってるペルソナ、アルセーヌが究極進化したペルソナ、それがサタナエルですね。はい、いやアルカナがねちょっと注目やったんですよね。世界になるかなと思ったんですけど、まあ愚者でしたね。はい、でこのペルソナの何がすごいとこがあるんかというとですね、耐性がめちゃくちゃ優秀なんですよご覧になってください。あの物理攻撃ですね、打撃とかですね、貫通銃撃以外に関しては耐性で、縮殺受殺が無効と吸収、すごいっすね。祝い殺すことも呪い殺すこともできないあ、何なんだっつってね。はい、この魔王はやばいです。で今僕申し上げました通り、あの呪い殺す、祝い殺すっていうね、マハムドオンだったりしね、マハンマオンというね、あとなんだろう、そういう攻撃があるんですけれども、要はね呪い殺されちゃうとね、どんなにこう体勢を積んでても、あの呪音とね祝福のところがね、ちょっと枠がねアイコンが開いてるとですね、食らったらね死んじゃう場合があるんですよはい、でもねこいつはそういうことにならない、うん、この話を前提で聞いてほしいんですけど、生還トリック、このスキルですね。はい、もう結論から言います、おそらく死にスキルですいらないスキルってこと。だからこのサタナイルがねこれ自前で覚えてんだけど、天然で生還トリック、即死効果魔法を受けた際に確実に一度だけ HP1 で生き残る。要はあの即死ね、さっき言ったように呪い殺したり祝い殺したりとかされるとですね、1回だけ HP1 で生き返るっていう、まあ結構ねいいようなスキルに見えるんだけど、これはいらない。なんでかっていうと、まあもう一回アイコン見てくださいね。サタナエルの向こうと吸収なってますから、祝い殺されたり呪い殺されることがないんです。ということはこの生還トリックをスキルをつけててもあまり意味がないんじゃないかなと、いろんなペルソナゲームをやってきたわしは思うんやけどね。皆さんどうでしょうひょっとしたらね、いやこういう意見もあるよっていう人はね、ちょっとコメント欄でください。はいひょっとしたらね、うん、いやでもまあまあ、でも一発目の速報としてはこの生還トリック消して、そうだな、不屈の闘士とか上書きした方がいいですね。不屈の闘士っていうスキルがあってですね、どんな攻撃でもいいから一発食らうと死んでしまった場合に一回だけのみ完全回復して復活っていうのがあるんですよ。そっちの方がいいよね。ああ、そっちの方がいいよね。うん。だからなんつうんだろう、この生還トリックは上書きして消してもいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、魔杯ガオン。これ、序盤からね、呪い攻撃のね、呪いのダメージ技がの最上位が使えると。これありがたいですよね。これありがたいんですけど、他のペルソナが後半で覚えます。覚えます。で、まあ、呪い殺す攻撃の方が僕結構強力やなと思ってるんで、これはね、まあ、いる人はね、ちょっと他のペルソナに合体で、ちょっともったいないですけど、サタナイルをちょっと合体させるときとかに移植させてください。はい。まあ、そんなことせんでもね、他のペルソナが後半で覚えますけどね。はい。
まあ、要は最初からマハエイガオンが使えるよっていう。これもね、まあ、要は生還トリックマハエイガオンいらないスキルなんじゃないかなと僕はちょっと思ってます。はい、使いたい人は使ってください。で、一番の推しの攻撃技がこれです。はい、万能属性、おそらく今作最強であろうと思われる大罪の鉄鋼弾です。これね、ちょっと鬼熱いんですよ。ペルソナ5のペルソナ5のラストバトルで主人公がね放つ超必殺技なんですよね。これをスキルに搭載してくるか、アトラスト。俺たちは待ってたよ、待ってたぜっていうねスキルなんですよ。で、スキル読んでいきましょう。敵全体に万能属性で超特大ダメージを与え、これすごいですよね。メギドラオン系の超特大ダメージ、これやばいですよ。明けの明星超えてるかもしれないで、中核率の闇属性の即死効果、これやばくない？やばいよね。まあ、簡単に言うとね、分かんない人のために言うと、このゲームっていろんなね、まあ、モンスター、まあ、言うたらシャドウって言われてるやつなのに、あのこのペルソナと同じようにね、こう物理から火炎、氷結、電撃、これアイコンのようにですね、弱点があったり無効とかね、効かないとかとかあったりするんですよ。でもこの万能属性、このメギドラオン系の攻撃のやつはもうそれを無視してダメージ与えるんですね。で、そのダメージでありながら超特大ダメージ。もうだから、もうその時点でほぼ即死なんですよね。これはやばいよ。多分ね、バトルゲームのこう、今作ペルソナのバトルのバランスブレイカーかもしれません、ね。で、あわよくば、この大罪の鉄鋼弾を受け切った敵がいたとしましょう。うん。ザコに関してのみなんですけど、中核率で闇属性の即死効果ってついてるんでおお、俺はこの大罪の鉄鋼弾受け切ったぞっつって、もううーって呪い殺されちゃうというやばくない？やばくないよ本当に。ということはですね、大罪の鉄鋼弾特化型のね、サタナエルを今後作っていこうかなとか、ちょっといろいろ考えられてくるよということになってくるわけですね。はい、これでね、勝ちオタなんかつけたら最高じゃないですかね。勝ちオタってわかりますかね？勝利のおたけびっていうね、戦闘終了したら HP、SP 完全回復っていうのがあるんですよ。あれをね、ここのスキルに搭載したらもうやべえことなんじゃねえかと。一撃大罪の鉄鋼弾でバトルを終了させて、もう永遠にバトル開始で撃って終了、バトル開始で撃って終了なんてこともできるんですよ。もう敵と出会って、ザコと出会って即バトル終了なんてこともできますね。はい、で、今作においては万能ブースター、万能ハイブースターみたいなのもひょっとしたらあるかもしれないんで、まあ、それをね、ここのスキルに搭載していけば、この大罪の鉄鋼弾の威力をさらにアップさせることができるかもしれませんね。はい、で、なんかこう他のスキルを見てますと、今作からのこうなんか特殊なこのメガブースターなるものもあるので、ひょっとするとまだ確認されてはいませんが、万能メガブースターなんかが存在したら、トリプルハイブースターでもえらい、トリプルメガブースターっていうんですかね、やばいことになるんじゃないですか万能ブースター、万能ハイブースター、まあ仮に万能メガブースターがあったとしたらね、まあスキルこれちょっと搭載ワクワクしかないでしょうね。え、どんだけダメージ出そうとするんだというところに期待したいのがこのサタナエルです。ですからですね、今作のペルソナゲーサタナエルは買っといた方がいい、間違いなく。そしてですね、他のペルソナたちに関してもこういう風にね、特殊なスキル闇メガブースターとかですね、まあ、先ほどのこうちょっと見てたらあったんですけどね、こちらのペルソナですね、氷結メガブースターとかね、あるんで、これ合体移植とかできるかちょっとまだ確認してませんけども、これできるとするならこれかなりね、最初からこうスキルの構成がはかどってくると思いますので、ダウンロードコンテンツは全てねお買い上げになった方がいいんじゃないかなと。お金にねこう余裕がある人はね、お財布と相談してぜひ買っていただきたいなというところでございます。はい、で、セントパートね、ちょっと見せたいんですけどね、ちょっと見せれないので、これ怖くなったと次回、実況なり動画なりとかね、ちょっと紹介できたらなと思います。はい、ということでね、今回の、まあ、動画のおさらいでございます。序盤はですね、まあ、僕のおすすめとしては、個人的なおすすめとしてはですね、
あのこのロビンフッド、この弱点がね、もう耐性が弱点の少ないロビンフッドで、まあ主人公に搭載して、このペルソナをレベルを1個上げてメギドを覚えさせてください。そして黄金の手とかをね倒しまくって、お金を入手しまくったり経験値入手しまくったりしたらいいんじゃないかなと僕は思いますね。はい。でこのメギドを撃っても撃っても死なない敵が出てきたり、 SP に余裕があるなーってなってきたら、アナトですかね、アナトちゃんとかを、まあ、新しくちょっと呼び出したらいいんじゃないですかね。はい。するとね、ちょっと上位互換のコズミックフレアをねいきなり使えますから、はい。まあこれで満足できないよ、 SP まだまだ余んだけどってなってきたら、グシャアルカナだけどサタナイル持ち歩いてみようかなという順序でやっていったらいいんじゃないかなと思いますね。はい。これ序盤からねおすすめのペルソナちょっと3つ紹介しましたけど、皆さんもねぜひ、今回のペルソナ3リロード、DLC ダウンロードコンテンツがかなり鬼厚いので、ぜひ皆さんもね、手に取って遊んでいただければなと思います。DLC ではねまだまだ販売中ですので、ぜひペルソナ3、こうプレミアムデラックスエディションとかね、ちょっとぜひご覧、ちょっと高いですよね、お得に DLC 買えますので、そちらの方もご覧になって、ね、購入いただいたらなと思います。はい。名称合ってたかな、合ってなかったらごめん。はい。ということで今回の実況はここまでです。皆さん楽しんでいただけましたか、ぜひチャンネル登録と高評価してからね、この動画を他にもいろいろありますんで、ぜひご覧になっていただければなと思います。それでは、ペルソナ5、ペルソナ5じゃない、ペルソナ3攻略実況のまちさんでした。また次の動画も他の動画も見てね。ありがとう、バイバーイ。ありがとうございます。受け止まりました。部屋から出て、お待ちしております。すごいね、綺麗になってるよ本当に。